親友の認定基準。水球結構楽しかったな。続けてみようかな。あの人背高。山城はもう行かないだろうな。お前ガッツあるな。おお、シナノ。おはようさん。おはよう。昨日転校してきた人だよね。シナチ君だっけ。え、シナノです。そんなメンマのゆるキャラみたいな名前じゃないです。山城君、何そのキャップ、かっこいい、似合う。何の部活？水球部や。日本ではマイナーかもしれへんけど、海外では人気高いねんで。そうなんだ。山城くんってグローバルなのね。何ですかこの差は。そいつはグローバルどころか自分の力で行くことさえままならない日本由来の漬物石ですよ。部活では俺の方が活躍したんだ。なんならシュート練習もしたんだぞ。水中でも集大をプロジェクターで映したろか黒板に。なあシナノ、彼女の話してもいいか。なんで俺に。親友やでな。出会って2日目で似顔絵1枚で水球部付き合ってくれたし。クリームたっぷりプリンもくれるって言ってたじゃん。しれっとなしにしたな。そんな奴が親友オーディションに合格すると思ってるのか。プリンそんなに好きなん。そういうことじゃない。はい。あるのかよ。口直しのサラダせんべいまであるのかよ。親友やでな。認定基準が甘すぎる。クラスメート全員友達っていうタイプかよ。シナノの認定基準は何なん。そいつのためなら金を出してもいいと思えるやつ。昨日俺のために水着買ったやん。合格やん。部活にちょっと興味あったからだよ。安かったし。つかなんで俺なんだよ。なんかしっくりくんね、大きさが。家具か俺は。彼女の定義。まさか水球部続けるとは思わなかったよ。あんたがいるおかげでいつもみたいにヤバい空気にならへんかったし、よかったわ。え、泳げないの？マジで？あれ以上のヤバい空気あんの？なんでそんなに運動部にこだわるんだよ。居場所を探してんねん。明らかにお前の居場所はイーゼルの前だと思うけどな。窮屈やねん。デッサンの時モデルがよく見える前の方の席座ると後ろの人が見えにくいやん。肩身が狭いねん。ガチで書きたい人のポジション取りしてるじゃん。来た人からスイム練習、最低でも 100m×30 本泳いどけよ。はい。お前それヘルパーの付け方合ってるか。俺は分析と研究を怠らない男や。昨日は足から沈んだんや。足が重いね。これでまんべんなく浮力を使って泳げるはず。シナノの彼女の話聞かせて。そもそも彼女の定義とは。認定基準だの定義だの理屈っぽいやっちゃ。共通認識が間違っていたら会話は無意味になるだろう。そもそもいる前提での話題の振り方に疑問を感じる。万が一いないという可能性も考慮すべきだ。おらへんの？俺の話はもういい。今日彼女うち来んねん。え？うち？今日の昼頃作って、今朝メールが来てた。メールなんだ。あ、確かに女子か。山城くん寄りついてる。今頃俺の部屋で俺を待ってる。一緒に風呂入るのが楽しみや。濡らすと手にくっつくねんな。不思議やな。俺の彼女は水球ボールや。マイボール買ったのかよ。それ宣言したかっただけかよ。家で壁打ちするとトレーニングになるって聞いてマゾンで注文したよ。メールって配達メールのことかよ。彼女壁に打ちまくるわ。彼女っていうのやめろ。残念なハムスター。さっきから山城のこと見てない？あの子、田沢さんやん。
知ってるの？クラスメートの名前とかは大体覚えた。熱血教師かよ。一回話せば覚えるよ。もうクラス全員と話したの？可愛いやんな、あの子。あー、結構可愛いな。ジャンガリアンハムスターみたいや。そういう意味でか。山城くん、可愛いね。信濃くんも可愛い。名前覚えてくれてる？どう思った？いや、女の子に可愛いって言われても。上から見られたニュアンスあるよね。可愛いって言っていいと思ってる時点で女子を下に見てるってことだよ。そんなつもりじゃ。そんなつもりがなく言ったのならアンコンシャスバイアスが働いてるってことだね。田沢さん、俺はかっこいいって言われたい。山城、田沢さんはなんて言われたい？残念。俺は女の子を軽視してるとかそういうんじゃないのに誤解なんだ。何が残念なんやろ。部屋が汚いとか。え、女の子の部屋が汚いなんてありえるの？そこでアンコンシアスバイアス発言してるやん。1年は男女混合でシュート練習だ。シナノ、キーパーやれ。はい。キーパーは開かないよ。残念だな。田沢が男ならすごい戦力だったのに。ああ、残念だ。部屋は綺麗だよ。なんか敵対視されてる感あるけど、相手間違えてん。一球も取れなかった。残念すぎる。